録。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は1月の9日、もう仕事始まったよって方がほとんどなのかな。なんかうまい具合にこう組み込んで休み連休にしてますって人ももしかしたらいるのかもしれないですけど、どう？お正月モード抜けました？みんな、私はさして、前の年にまだいるから今から突入するなって感じだから、どう過ごしたんだろう。まあ結構長く実家にいる予定なのでのはずなので、だから私の楽しみは実家にいる黒猫のクーと私が今一緒に暮らしてるミルを対面させたらどうなるんだろうっていう。うちの子は人見知りしない、むしろ人が大好きな子だから、初めましての人でもこんにちはってこう言いに行っちゃう子なんだけど、実家にいる黒猫のクーさん真逆で、家族以外ほんと受け付けない子なんで大丈夫かなってちょっと気になってはいるんですが、どうなったんだろう。そして前回は新年一発目ということで、ズッチが遊びに来てくれました。なんかもう毎年恒例みたいになってて、準レギュラーだって言ったんですけど、本当にその通りだなって、きっと来年も来てくれていると思いますよそしてね、お土産にって言って、まあ時期的にもまあ過ぎてるんですけど、撮ってる時にはクリスマスプレゼントって言ってお菓子を置いていってくださったんですけど、そのお菓子がまたおしゃれなんですよ。カンカンに入ったクッキーと紅茶をいただいたんですけど、私欲しいなと思って、これネットでポチろうかこうギリギリ迷って買わなかったやつだったから、めちゃめちゃ嬉しい。ちょっとタイミングがあったら、あ、インスタでじゃあ写真載せようかなと思うので、ぜひよかったら見てください。そして明日は成人の日だそうで、私成人の日って何、10年前とかになっちゃうの？マジか。成人を迎える皆さん、リスナーさんでたくさんいるかな。またこれから成人になるまだだっていう人もいるとは思うんですけど、本当にあっという間に時間は経つ。なんか成人式4年5年ぐらい前かなみたいな感覚なの、正直私の中で。なんかその倍の速度で時って時間が進んでいくから、でしかも20代って多分楽しいと思うの、学生からより解放されて本当に自由になるし、ただそれと同時に成人を迎えたってことは責任は自分になってくる。今までは何かちょっとおいおいっていういたずらをしちゃったとしても、こう家族が守ってくれたと思うんだけど、それが自分一人の責任になってくるから、そういうきちっとした行動を取るっていうことも大事なんだけど、でも言うてさ、20歳になった途端に大人になるわけじゃないじゃん。なるわけじゃないんだわ、29歳の私が言うから信じてそう、なんかなんだろう、お酒が飲めるとか、そういろいろこうなんか OK になるものは増えていくから、それでああ大人なんだなって感じることもあるんだけど、こっからの経験で大人になっていくから、だからよりね、ここからのその20歳以降の人生を充実していただけたらいいなって思いますね。皆さんおめでとうございます。まあ一日早いですが、素敵な日を過ごしてくださいね。はい、ということでそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネームシルバーさんからいただきました。子供の頃にお年玉もらったら何に使いましたか？今パッと浮かんだな、シールをいっぱい買いました。小原好美の心置きなく。改めまして小原好美です。まあお年玉をもらえる期間って大人になるまでの十何年間あったんだけど、だからその年齢によって違ったけど、今パッと思い出したのはシールをいっぱい買ったっていう思い出がある。小学校
校低学年2年生ぐらいから4年生5年生ぐらいまで、あのシール手帳とか、あとメモ交換とかが流行ったの。あの可愛い文房具がいっぱい売ってるお店って今もあるけど、そこでシールいっぱい買って、あのシール手帳に貼っていくんですよ。それで貼ってコレクションに、まあコレクションだね。でメモとかも大してさ書くこともないのにさいっぱい買うのよ。で一冊のそのメモ帳って4種類ぐらい柄があるから、それを友達とこう交換していろんなタイプのメモをこう集めていくっていうのが流行ったの。そうで、普段私小学校の時ってお小遣いじゃなくてお手伝い制だったのね。お風呂掃除一回やったら50円とか、お皿洗ったら20円とか、なんかそういう感じだったから、それでお金貯めてって言ってもさ、まあ、そこまでいかないから、そんなすごい額までは。そうだから、そのお金握りしめてシール買いに行ったりしてたんだけど、お年玉となるとさ、手にしたことのない金額が来るわけじゃん。まあ言うてもうちのお母さん厳しかったから、あの、これだけねって言って渡されたりしてたんだけど、そうだから3000円ぐらいをお財布にしまってワクワクしながら、その文房具屋さん、可愛い雑貨屋さんに入って、なんかシールをこう眺めて、なんかタイルシールとかがあったんだよね。そういうのを買ったりしてコレクションにしてた。でもシール目的で行くとさ、2800円ぐらいの可愛いなんか雑貨とかも見つけてさ、あーどうしよう、こっちも欲しいとか、あとなんだっけ、私世代の人は共感してくれると思うんだけど、あの缶の筆箱とかもあったんだよね。2段3段とかになってる、落としたらうるさいやつ、ああいうのとかもあったから、そういうの買ってたかな。じゃあどうぞ読んでいきましょう。ここネーム、あゆめさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、はじめまして。はじめまして。先日お腹すいたという名前のお店に遭遇しました。変わった名前だなと思ったのですが、テレビアニメテスラノートでお腹すいたはスペイン語で小さな家の意味との説明があったので思い出してハッとしました。これはキャストさんに伝えなきゃと思って初めてメールした次第です。ちなみにこだわりの野菜と果物、調味料を置いているお店らしいですよ。思わぬところでテスラノートを感じられて嬉しかったです。ありがとうございます。なんか可愛いお店、ひらがなでお腹すいたって言って調べたら出るのかな。なんか動物の森に出てきそう。わかんないけど、へえ。野菜最近買ってないな。カットされたやつばっかり買ってる。買ってるって言うと、やっぱさ一人暮らしだから、丸々一本大根とか買ってもさ使い切れないんだよね。あるある話かなこれ。そしてちょっと話はだいぶ変わりますが、そうテスラノートが無事先日というかもう昨年ですね、最終回を迎えまして、あの無事放送を終えたんですけれども、あのたくさんの方に見ていただけて非常に嬉しかったです。でしかも私ここで言ったと思うんだけど、 CG アニメに出るのがあの夢の一つだったの。あのちっちゃいっていうか、多分小学校か中学校かなに、あのカップヌードルとこうコラボしてやってたフリーダムっていうアニメがすごく好きで、 DVD ボックス持ってるぐらいなんですけど、あれを見て、あ、いろんなこうアニメの可能性っていうものを感じた瞬間だったのね。あとはまあ単純に宇宙が好きだからっていうので好きになったんだけど、そうそう、だからそういう意味でも出られてありがたかったな、嬉しかったなって思いましたね。あのぜひぜひ、あの多分パッケージが今後発売されていくと思いますので、気になった方はお手に取っていただけたらと思いますよ。なんか今後もああいう、私日常系アニメって結構やってきてたから、だからああいうかっこよく戦う系とか、ああいう作品も出ていけるように修行しなければなって思いますよ。ってことで続いて読んでいきます。ここネーム村人 T さんです。小原さん、こんばんは。こんばんは。
先日発売された映画大好きポンポさんのブルーレイを購入しました。ありがとう。何度見ても映像がびっくりするくらい綺麗で、ダルベールとジーンくんの重なるシーンなど構成や演出の凄さを感じました。本当にね。また平尾監督をはじめとした制作陣の方々のオーディオコメンタリーを聞きながら作品を見ることができ、作品への細部までのこだわりを聞き、映画を作るには時間と苦労がとてつもなくかかっているのだと分かりました。ブルーレイは何度でも巻き戻せるので、会社の受付嬢がポンポさんのモノマネをする場面を繰り返し見ては笑っていました。小原さんは映画大好きポンポさんで特におすすめのシーンはありますか？ありがとうございます。そして好きなシーンが結構マニアックだね受付嬢さんがね、静かな受付嬢の方がポンポさんの真似をする時だけコミカルになってて、そしてアホだった。なんだろうね、私のお芝居をこう真似る方ってみんなアホにやるんだよね。私のお芝居ってそんなにアホかい？ポンポさんはね、アホではないけど小柄な女の子だったから、やっぱどうしてもそうなるのかな。かぐや様の作品でも鈴木くんが藤原のモノマネをするシーンが一瞬だけあるんだけど、すっごいアホにやってて、いい意味で腹が立ったっていう思い出があるんだけどね、あのなんだっけ、けいちゃん役の白、あの鈴代ちゃんがあの藤原の真似をこうした時に、お芝居じゃなくてね、あのした時もなんかものすごくアホにやってたの。私ってそんなアホって言ったら、え、小原さんこんな感じの可愛い感じですとか言ってくれてたけど、なんだろうね、そういう特徴があるのかな私って。まあいいや、そんなことはいいんだけど、そうブルーレイ、あのお手に取っていただけた方がすごく多くて嬉しいです。あとはなんだろう、この作品ね、やっぱりね、あの作る作品を作るっていう話だからなのか、全然この作品に関わってないあの制作会社さんの方とか音響会社の方とかにすごい良かったっていう風に言っていただける機会があって、私こんなにこう作品が良かったって言われたことはあんまりないから、あの役やってたね、すごい面白かったとか合ってたとか、そういう言葉あのいただけたことはあるんだけど、あの作品すごいよっていう風に言ってくださる方がすごく多くて、改めて私もこの作品に、まあ、ポンポとして携わることができてよかったなっていうのと、やっぱあの完成されて初めてその平尾監督のそのこだわりもうね、話し出したらきりないし、あとはなんだろう、やっぱ作品ってさ、あのオーディオコメンタリーとかって大体キャストさんが喋ってることが多いじゃない？だからキャストさんの話いっぱい聞きたいっていう声はもちろん多いと思うんだけど、この作品に関しては多分制作陣のスタッフさんの声を聞きたいっていう方が多くいらっしゃると思うの。だから本当にあの監督をはじめとしたスタッフの皆さんのこだわりとか、そういうのはぜひ聞いて欲しいし、私も早く聞きたい。まだね、私の手元には来てないんですよ。そう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 。あとは原作にはないシーンがたくさんあるから、ぜひね、何度も繰り返して見てほしい。私はあのジンくんがフィルムをカットしなきゃって言って、あの剣を片手にこう走っているシーンがすごく好きですね。はい、ではでは続けていきます。ココネーム、かわらっちゃさんです。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。僕が今年買ってよかったものは、おしゃれな靴です。高校までは基本的にスポーツもできるような動き重視の靴を主に履いていて、大学生になり、おしゃれな靴を探していました。最近では大学に行くときはほとんどその靴を履いています。僕は、靴のサイズが左右で 0.5 センチ程度異なるので、靴選びに時間がかかることが多くて大変です。あ、そうなんだ。ココちゃんも靴選びに時間かかったりしますか？なるほど。これは、そうですね、昨年いただいたメールなんですけど。靴大事だよね。そっか、なんか、私も靴選ぶのは正直大変で、スニーカーならいいんです。ただ、
パンプスとかヒールがあるものになると、足の幅が狭い上に、足の厚みがないのね、私。厚みが薄くて幅も狭いから、だからどっちかに合うっていうとどっちかが合わないの。幅があったと思ったら、足が薄いからパカパカになっちゃうし、薄さがいけると思ったら幅がなんかダメだっていうことがあるから、なかなか相性のいい靴に出会えなくて、だからだいたいストラップ付きのものじゃないと怖くて歩けないんですよ。だから普段ヒール履くとしたら、まあ、ショートブーツとか、あとはまあ基本スニーカーがほとんどなんですけど、そうそうそう。だから一回多分ラジオで話したんだけど、ヒールでいいのないかなと思って先輩に相談したら、どういう感じの足をしてるのって言われたから、その旨をお伝えしたら、じゃあルブタンが合うと思うって言われて、そう、なんかルブタンが作るその足の靴の構造がちょうど小原ちゃんが言う足に合ってる、だから日本人の足じゃないんだろうねって言われて、だからルブタンに以前行ったんですよ。で、ただルブタンの靴ってヒールが高いから、ぴったりだったんだけど、そんななんかカツ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 こう綺麗に歩くことはできなかったの。だけどその情報だけ言ってそういう風に言い当てられるっていうのはすごいなと思って、なんかだからそういうの履きこなせるようになりたいよね。でも母親にいつも言われるんだけど、カバンとかコートとか靴はいいものを使えって履けって言われてるから、なんかそこはまあ私も成人迎えて10年経つし、いいものを買って大人になりたいななんて思いますよ。はい、ということで普通歌はここまでとさせていただきます。それではここからはこちらのコーナーをお届けします。ここで解決お悩み相談室。こちらはリスナーの皆さんからのお悩みに私が自分なりにお答えしていくコーナーです。では読んでいきます。ココネームアイスブロックさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。すっかり寒くなりましたね。そんな寒い夜に今毛布2枚で寝ています。正直寒さの限界を感じています。んだろうね。そこで羽毛布団を買うか新たな毛布を買うか迷っています。毛布3枚末端冷え性ということもあり、調べれば調べるほど何がいいのかわからなくなってきています。ココちゃんは羽毛布団と毛布どちらで寝ていますか？よければメーカーも教えてください。羽毛布団3枚になったらどうなんだろう。ちょっと経験がないんですけど、そうだね、私も寒がり、特に朝きついよね。うん、そう。この他にも朝起きるのがきついっていう人がいたりしたんだけど、私起きる時とか寝る30分前ぐらい、起きる時もそうだし寝る時も30分前にエアコンをつけたり、あと起きる時は寝てるからタイマーかけておいたりするのね、っていう風にしてちょっと部屋を暖かくしておくっていう風にしてるんだけど、布団は多分すごい大事だと思うから、私も上京したタイミングで買っためちゃめちゃいい布団が、羽毛布団使ってたんだけど、ね、ダニを一匹も通さないっていうダニゼロックっていう名前かなの、メーカーのお布団があるんですよ。それの羽毛布団ちょっとね調べると本当に高いんだけど、でも長く使うものだしと思って思い切って買ったんだけど、ちょっともうそろそろ寿命かなと思って、そのお布団とはさよならをしまして、最近全部だから変えたのね、寝具を。で、ベッドパッドはそのダニゼロックのダニを通さないっていう敷きパッドをまず敷いてんのね、マットレスに。で、その上に、これマジでおすすめなんだけど、あとは回し物じゃないから安心して聞いてほしいんだけど、無印良品の敷きパッド、あたたかファイバーっていう冬限定のふわふわした素材の敷きパッドがあるのね。それを下に敷くの。で、お布団は、私無印良品の
羽毛布団を使ってるの。羽毛布団はそんなに種類ないと思うんだ、無印良品。そうで、羽毛布団じゃ、毛布か。毛布は、そう、無印良品のもので、で、羽毛布団も無印なんだけど、4種類出てんのよ。今季。で、私が使ってるのは、羽毛布団2層式の薄型っていうのを使ってて、まず1層式と2層式っていうのがあるのね。その層が1層か2層かっていう違いなんだけど、で、通常の1層式2層式だと、やっぱボリュームがある程度あるのね。だけど、そんなにボリュームはいらないって人は薄型ってタイプを選ぶ。だらいいと思うんだけど、十分一層式でもあったかいし、薄型でもめちゃめちゃあったかい。だからしまうことを考えたりとかして、ちょっとコンパクトにしたいって人だったら、一層式の薄型とかでもいいと思うんだけど、私のおすすめは二層式の薄型っていうタイプを使ってるんだけど、使ってる時もちょっとふっくらしてるけど、しまう時は結構コンパクトにしまえるし、なんだったら、買った時に、収納ケースっていうかさ、こう、布の、こう、しまえる、収納できる、そのまま収納できるっていう袋もついてるから、だから結構ね、おすすめだったりするよ。あとは、その、羽毛布団のカバーとかも、自分の肌に合ういいやつを、無印良品、カバーだけでも結構いろいろ出てたりするから、ぜひチェックしてみてください。印良品さん聞いてないかな。はい、では続けて読んでいきます。ペンネーム石神ラバーさんからいただきました。石神優が好きなのかな、ありがとう。ココちゃんこんばんは。こんばんは。いつもココラジオ聞いて癒されています。ありがとうございます。こちらこそありがとう。そこでココちゃんに相談なのですが、僕はいつも人と話すとすぐに疲れてしまいます。話している時は楽しくて話に夢中なのですが、その人と別れて家に帰った時、いつも疲れ切ってしまいます。普段学校ではあまり人と話さない性格で、一日中誰とも話さずに帰ることも稀にあるので、それが原因な気がします。もう少し疲れないようになりたいのですが、どうすればよいでしょう。アドバイスいただけるとありがたいです。なかなか難しい話だね。疲れちゃう、でも人と話すのはやっぱ楽しいって言うんでしょ。そうだね。なんかこれでちょっと心配なのは、自分は自分の意思があるからわかるけど、周りの人は自分の意思はわかんないじゃん。だからめちゃめちゃこの日は話してくれたけど、今日はなんかすごくそっけなかったなって言って、変に誤解を与えちゃっても、それはそれでちょっと嫌じゃない、本人としては。だからこれ解決にはなってなくて申し訳ないんだけど、しばらくそれを、ちょっときついかもしれないけど、話していくっていう、こう、環境に自分を慣らしていって、で、その上で自分でうまく調整できるようにするように私はするかもしれない。このぐらい喋ると自分疲れちゃうんだとか、あ、この程度だったら人に誤解を与えないし、あ、自分心地よくいられるなっていう、なんかね、その感じがだんだん見えてくるはずなの。なんかやってない段階で、やっぱりじゃあ疲れちゃうから人と話すのやめんべっつってやめちゃうと、それももったいない気がするから。だからなんか、その環境に自分が挑んでちょっと慣らしていった方がまだ見えてくるとは思うよ。なんかせっかくこのメール読んでて、すごく楽しくて話に夢中なんですがっていう風に書いてくれてるってことは、やっぱ楽しかったわけじゃん。だからそれはどうか今後もそういう気持ちでいてほしいから、なんか極端にやめちゃったらもったいない気がするから。あとはまあもちろん、何が何でもいろんな人に声をかけていくっていうんじゃなくて、馬の合う人となんか話すことの楽しさっていうのをいっぱいこう感じたらいいと思うし、やっぱ今特別なこういう環境下だから、人と直接話せるっていうのがいかにこう、まあ、話せるというか会えるっていうのがいかにこう貴重かありがたいかっていうのを感じられると思うから、まずはなんだろう、疲れるってことは置いといて楽しんでいいと思うな。うん。解決にはなっていませんが、はい、こんな感じですかね。ということで、引き
き続き皆さんからのお悩みメールお待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネームあゆめさんにお送りしたいと思います。まあ、テスラノート見てくださってありがとうって気持ちと、あとはなんだろう、日々こう生活する上でちょっとしたこう発見とかあると楽しいよね。私今パッと思い出したんですけど、初めて親友と2人で15歳の時かな、京都に旅行行った時があるんですけど、宿泊するホテルの近くに好みってひらがなで書いてある多分ね、まあ、未成年だから入れなかったんだけど居酒屋があって、そこの前で写真を撮ったって。フィルムカメラを買って、インスタントのあのフィルムカメラを買って、京都の街並みを撮る前にまずそれで写真を撮るっていう思い出がある。なんかその街中にちょっとしたそういう楽しいこととかいいよね。なんかちょっとそれを思い出してほっこりしたのでお送りします。ぜひ丸いステッカー届くのでお手元に置いていただけたら嬉しいです。ということで私からお知らせです。ワッチャプリマジにてパタノとして出演しております。めちゃめちゃ喋ってたりすると思うので楽しんでください。そしてからかい上手の高木さん3ではミナを演じております。そしてあけびちゃんのセーラー服では大熊実を演じております。そして U-NEXT にて映画大好きポンポさん、そしてドゥームパトロールシーズン2が配信中となっております。ぜひよろしくお願いします。そうだった、今週の一言があるんだった。ラジオネーム LS 涼介さんからいただいた一言です。正月ムードが抜けたんでしょうか。9日の私は仕事してるのは分かってるんですけど、はい、ちょっとダダンをこねているちっちゃい子なんですかね。まあみんなもこんな気持ちだろうけど頑張っていこうねっていう気持ちで選びました。何？小原さんがこれ読みたいって言って選びました。まあそんなノリで確かに選んでたけどさ、枚数は少なかったじゃん。2022年もこの戦いを今後していくんだろうなと思います。みんなよろしくお願いします。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。まだ眠たいの？おうちゃんまだおねんねするの？ちっちゃい時に言ったことないよこれ。